新城海岸新城海岸は、宮古島東部の沖縄県宮古島シグスクベアザ、新城にある砂浜である。遠浅の海岸で、浅瀬でも熱帯魚を見ることができるため、シュノーケリングに適する。ただし、リーフには切れ目があるため、沖に出ないように注意が必要である。2009年9月8日には、海水浴に訪れた観光客が沖合約500メートルで水死する事故が、 発生しており、離岸流の一種であるリーフカレントに巻き込まれたものと見られている。近隣の吉野海岸と比べて県道から海岸までの道路の幅が比較的広いこともあり、海岸近くに設けられた駐車場まで車で行くことができる。トイレ、更衣室等の施設は2018年4月2日に供用開始されたものである。下記には業者が レジャー用品のレンタル等の営業を行っているが、2019年4月からは条例による許認可制度が導入され、ライフセーバーの配置等の条件を満たした事業所のみに活動範囲を仕切って営業が認可される予定である。トリップアドバイザーによる2019年の日本のベストビーチトップ10で第10位に選ばれている。また、2017年の同ランキングでは9位。 2016年にトリップアドバイザーが発表したトラベラーズチョイス世界のベストビーチ2016の日本国内のランキングでは8位であった。海岸近くには1994年に整備されたトイレシャワー施設及び駐車場があったが2013年12月に保安林内に無許可で設置されていたことが判明。2014年に撤去され、 同年5月に仮設トイレ4機及び仮設更衣室、6月末に仮設駐車場が設置された。宮古島市では沖縄県から保安林指定の解除の許可を得て、2017年内にトイレ等の設備を整備し、共用を開始する計画としていたが、保安林指定の解除の手続きや、近隣の埋蔵文化財の発掘調査に時間を要し、2018年4月2日にトイレ、 後遺室等を備えた新施設が共用開始された。新城海岸一帯にはアラフ遺跡と呼ばれる約2800から1900年前頃の先島戦士時代の遺跡が存在する。2000年度から発掘調査が行われ、厚め石以降縦穴以降といった遺構や、車庫外製海洋のサメ派有効製品、芋外製ビーズ等の道具類が出土しており、 宮古島市では国の史跡指定を目指している。2020年6月及び7月にシュノーケリング中の観光客が死亡する事故が起きている。また、同7月には買取りの男性が行方不明になる事故も発生している。ありがとうございます。